タックルと C は疲れるんだよね。上になりたいんだよね。下になってあげると見せかけてひっくり返してまたいだらマウントって感じでやる。あら、あら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 。あら上取られたわ。ま、さっきの練習でね、次から本気出すわ。これでひっくり返してまたいだらマウントってか、いった。押してくんなよ、マジで。まあ、バックでもいいんだけど、抜け。なんだお前。あ、よろしくお願いします。おおいや、どこ行くねん。画面から消えちゃったわ。 散歩,いや歩こう歩こう私はげ、あてかなんか蜂の歌でさ「ー入れるやつ知ってる「いった!」なんだよおいっていってえなこれ本当になあの蜂が飛ぶに「ーを入れるんですよそしたらなんか「ハルチルガルトルブルン」「オロゆルケルノルマルワリルデル」「いってえな何やってんだよ」って本当ねこういう感じでやってるんだよね組み合って。 からね得意のフルスリープ足関節の入りとしてはね結構有名な感じでねこういうスパーリングが面白いチーム友達チーム友達これは俺の推しの技腕引っ張ってバック取るうんこれなんか全人類覚えていい義務教育化していいと思うなんかお笑い芸人さんとかお笑い芸人なんだ面白いことやってよってよく言われるみたいな話あるけど、まあ、格闘家もさ 学強くなれることを教えてみたいな言われたらこれでいいと思う人の背後取れたら勝てるよってでバック取ってるけど、ね、この人は向き直ってきてでもマウントを取ってまた何かやられて立たれてみたいなほん腹立つと思ったねこれ三角組めてるんだよこれマジ奇跡ハワード三角って名付けたい「イッツ・ミーマーリオ」って感じでバックケイド・ルオトロ選手みたいな俺もワンチャンピオンシップで ワン,チャン戦えないかなさあ次は何の技やるでしょうか答えはねコメント欄に「バーギョ儀クって書いておきました「シコインこんな技まできけますよ」ってねあのチャトリ代表に DM 送ろうかな「今暇」っつって金髪短髪間髪入れずアームロックをね避けてこれ三角もね防いでって感じでいい攻防だよねこれね実力がきっ抗するといやこれ腹立つね これさえ取っったたたと思ったら忍者チョークみたいなだからリバース忍者みよく分かんないけどこういう小賢しいことやってくんのほんとねよくないねうんまあでも実力がね拮抗してるとやっぱスパリングがね面白い動きになるからねこれありえないよねこれ <laughs> これないよねほんとって思うじゃんだけどここでね見てクローズドからのバギーチョークうまっマジこれあっぱれって感じだわ こういう工房ねほんとなんか実力きっ抗してるからこそ生まれる面白い動きこれは結構貴重映像ダックルうまいやられるんだよねまあ下にやってもいいやって感じでね思ってんだけどこっから見てほしいわこれこれふにゃごであでこれ大体い回っと取れるんだけどなんか下になるんだよね、えー、小学校の時中休みってあったよねなんか中休みあって昼休みあって懐かしいやん 大根抜きやろうぜーっつって。よいしょよいしょよいしょこのおるいつって。測定。ないいね。こういうね。アクロバティック。なんか派手で分かりやすい動き。こういうの試合で出せたらね。盛り上がっていくと思うんだよね。グラップリングも振ってね。下 <laughs> 手すぎる。絶対これ左右得意な方向じゃないんだよね。逆の測定でマジできないよね。スクランブルからウィザーの動き。立、う、ち、ん、の攻防ってね、盛り上がるからいいんだけど、マジ疲れんだよね。こんな感じで。 マジ疲れたみたいな。ラッキーつって枠取ってみたいな。<laughs> こんな感じで、いつも楽しく練習させてもらってます。